大阪大阪は、大阪府大阪市にある国道25号の坂。または、同市天皇寺区の町名。道路としての大阪は、上町大地の西斜面の坂で、現在の国道25号4天皇寺前交差点、公園北口交差点間にあたる。天皇寺7坂の一つで、最も南に位置する。明治末期の大阪名称は、大阪関に由来するとも、聖徳大子と、 物のモ,モリ屋が法について討論した合法4回に由来するとも言われ、合わせ坂や愛坂とも表記された。また、大阪下の現在の公園北口交差点のあたりは、合法が辻と呼ばれ、後に浄瑠璃、摂州合法辻の舞台ともなった。近代以前は、馬車場が音を上げるほど急な坂だったと伝えられ、道も狭く、事故多発地点だった。明治九年に、 シャウス山観音寺の住職が寄付を集めて坂を切り崩して緩やかにする工事を行った。この住職の功績を称えた石碑が現存している。明治42年に大阪市電西道頓堀天王寺線の敷設に伴い道路が拡幅されてほぼ現在の姿になった。日本大阪府大阪市天王寺区大阪現在の町名は 昭和56年に実施された町名で、現行行政地名は大阪1町目及び大阪2町目。国道25号を挟んで、北が1町目、南が2町目となる。東は谷町筋、西は松山町筋までの範囲である。元は東成郡天王寺村の一部。明治30年に大阪市へ編入され、明治33年に大阪上野町。 大阪下の町が起立した。この大阪上野町が現在の天王寺区大阪におおむねがい通し、大阪下の町は天王寺区茶臼山町、何和区、下寺、日本橋東の各一部となっている。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ありがとうございます。